行外観圏央道情報をお知らせします。はじめに外観内曲がりの情報です。草加インターを先頭に3キロほど、また6号三郷線小杉ジャンクションを先頭に10キロほど、また草加インター付近を先頭に1キロほど、それぞれ渋滞しています。また美女木ジャンクション首都高池袋方面及び戸田出口へのランプで事故が発生しています。続いて外回りの情報です。6号三郷線小杉ジャンクションを先頭に10キロほど、また市川中央インター付近を先頭に2キロほど、それぞれ渋滞しています。引き続き関越道下り線の情報です。新座料金所付近を先頭に交通集中により渋滞しています。 ETC カードの有効期限が3月末までのものが多数あります。有効期限の切れたカードをご利用された場合、 ETC レーンの開閉バーが開きません。走行前に必ずカードの有効期限を確認してください。